ロシアのプーチン大統領はロシアの領土は日本よりも東にあるとして、真の非イズル国はロシアだと主張しました。ロシアのタス通信によりますと、プーチン大統領は5日、カムチャツカ半島で開催された環境フォーラムに出席しました。プーチン大統領は会合の中で、隣国の日本は非イズル国と呼ばれるが、日本の東にはカムチャツカ半島などがあると述べ、真の非イズル国はロシアだと主張しました。プーチン大統領は翌日の6日、中国やインドなど14カ国が参加する極東での大規模軍事演習ボストーク2022を視察しました。ショイグ国防相と話し合ったり、双眼鏡を使って射撃訓練の様子を見たりしました。ロシア国防省によりますと、今回の演習にはおよそ5万人以上が参加しています。